泉チャンネル。皆さんこんにちは、泉チャンネルです。最近マスコミではですね、女性総理候補などというような用語がよく飛び交っているようになりました。まあ、日本の場合にはこれまで男性ばかりでしたので、もちろん世の中男性女性半々いるわけですから、男性ばかりが総理大臣というのは異常な話であって、本来はどちらでもということですから、男性ばかりじゃなくて特に女性特に男性というのが本来の姿だと私も思っています。まあ、そういった中で、歴史上初という形でですね、女性総理をというような声が、一定高まってきている状況があります。私自身はですね、いろんな思惑含みの議論ではありますけど、それはそれであったとしても、いつまでも常に男ではなくて、それは男であろうが女であろうが適したであればという考えの持ち主です。ですから本来であれば、総理に適した候補は誰なのかという議論をすべきところでありまして、女性という性のみに着目して、だって男性総理候補なんか言わないわけですから、男性総理候補と言わないのに女性総理候補ということ自体がちょっとそもそも的にどうなんだという議論は あってしかるべきだとは思います。ただそうは言っても、一定程度、性別で、議論をすることも、一定程度無意味ではありませんので、若干少しコメントとしてみたいと思います。最近よく雑誌などで名前上がる方としては、5人ほどよく名前が上がっているなと感じています。お一人は高市早苗さんで、お二人目は上川陽子さん、3人目が、小渕優子さん、4人目が野田聖子さん、そして5人目は今国会議員ではありませんけど小池百合子さん。このあたりの5人ほどの名前がよく雑誌とか、新聞などでも目につきます。私自身も5人とも、もちろん、全く知らない方ではなくて、それぞれご縁があったりなかったりでありますけれども、高市さん自身は明石市長時代にもですね、国の方で、様々な大臣をしておられましたので、時に議論をしたりしたこともあります。ある意味今世論調査では、ある意味その他の分野ではかなり知名度も高くてですね、しておられますけども、ちょっと最近残念だと思ったのは万博に関しての延期の発言でありました。延期を発言したが残念じゃなくて、延期を発言するんであればちゃんとその根拠なり延期の必要性を説くべきであって、その発言をすぐに撤回してしまうなんてことであれば、果たしてリーダーとしてですね、その発言どうなんだろうと思わざるを得ません。万博の延期を被災地の関係で言うのであれば、被災地に対することを優先して、万博については延期や縮小などを訴える立場であることを明確にして、それをしっかりと議論すればよかったと思うんです。それを せずして、行った矢先に下の根もかまからないうちにですね、撤回という形は、私としては非常にもったいなかったなと、残念だなという印象を持っていて、ご本人にとっても結構辛い、痛いことというか、評価にかかるなと感じてはいます。で、お二人目の上川陽子さんですが、実は私かなりご縁がありまして、20年前国会議員している時に、正直言いますけど、当時の衆議院参議院の中で、本当ピカイチ優秀だなと、当時思いましたし、今 も実は思っていて、その何人かのうち優秀な方の一人という意味ですけど、私の中でも相当上川陽子さんというのは力も心もある方だなと思っています。もちろんスタンスは全部一緒じゃないですよ。どうしてそう思うかというと、やっぱり私自身20年前に犯罪被害者基本法という議員立法に関わったわけですが、その時に与党自民党の中で中心的にやっておられたのは上川陽子さんです。まだ当選して確かに2期目だったと思いますけど、その彼女がですね、もう走り回って与党内を調整して犯罪被害者基本法の制定に向けて頑張る姿、まさに横で見ていました。当時の与党の、その議員立法犯罪被害者基本法の実務の責任者が上川陽子さん で、野党側は実は私だったんです。与党の上川陽子さんと野党の実務責任者の私とで、それこそ衆議院で可決した後、参議院の審議には上川陽子さんと私の方がちゃんと行って、大臣席に座って答弁を、させていただいた経緯があって、2人で役割分担もしながらですね、なんとか可決して今の犯罪被害者基本法が施行されている状況になりまして、まさに同志でありまして、実は衆議院の本会議で可決された時などは、もう終わった瞬間に2人で駆け寄りまして、本当に抱き合ってしまったというか、もう映画のワンシーンかというようなですね、もう感動しまして、よかったと
何十年遅れと言われた日本の犯罪被害者のテーマが一気に基本法の制定で前に進んだと思ったものですから、本当に嬉しかったですし、傍聴席にいた犯罪被害者ご遺族の方ともですね、喜びを共にしたことを本当に最近のように感じている部分です。私自身はライフワークですから、その後もですね、犯罪被害者のテーマにつきましては、ずっと弁護士としてもやり続け、明石市長になってからも条例を作り、建て替え議員制度なども創設をしておりますし、まあ、国にも働きかけを続けていますから、まあ、自分にとって思い入れの強い犯罪被害者のテーマについての同志上川陽子さんに関しましては強い思い入れがあります。加えて、明石市長時代ですけど、上川陽子さんが、法務大臣に就任なさった時、初めての大臣就任だったんで、私としてはお祝いの、いわゆるお腹を送らせていただきました。すぐに大臣室から、市長室に電話がかかりまして、いろいろお話をしましたが、私こういう性格なんで、そのおめでとうございますみたいな話なんてすぐやめまして、お願いをすぐしました。何をしたかというと、日本には戸籍がない子どもたちがたくさんいますと、でこのテーマは法務省がやるべきテーマなのにほとんど手つかずですと、上川さん法務大臣に就任したんであれば、この戸籍のない子どもたちのテーマもしっかりと取り組んでほしいと、法務省を挙げてやってほしいというふうに、その場でお願いをしました。そうすると上川さん、ちょっと調べてみるって、頑張るって言っていただいて、その直後にですね、記者会見を開いて、戸籍のないこのテーマにつきましても法務省を挙げてチームを作ってやるというふうにやっていただいた経緯がありまして、私もすごい動きが早いなと、ちゃんとお伝えすればちゃんとそのことを政治家としての立場でできることを始める方だなと感じた経緯もありますので、そういう意味では、上川陽子さんにつきましては、国会議員時代、そして明石市長時代の経験を踏まえてですね、ある意味政治家としてのリーダーシップも決断力もお持ちの方だなと私は思っている立場です。辛口トークですけど、ある意味、正直な気持ちですので、お伝えしています。もちろん、いろんな面がありますから、すべてにおいて賛成なわけではありませんし、いろいろ、いろんなプラス面、マイナス面あることは当然ですから、聞いておられる方は誤解なきように、すべてに賛成するわけじゃなくて、私自身の経験において国会議員時代と明石市長時代において上川陽子さんに対してのプラスの情報を持っているので、それをお伝えしているだけであって、もちろんマイナスの面も、人ですからあるのは当然だと思っていますので、誤解なきようにお願いします。で、お三方目の小渕優子さんはそれほど接点はありません。国会議員時代もすでに国会議員であられましたから、よくこんにちはぐらいの話ですから、懐かしい関係ではありません。ただいろいろと、永田町では可愛がられておられるようで、早くして大臣になられたり、今も名前が挙がっておられますけれども、正直それ以上のコメントする立場には私はありません。野田聖子さんにつきましては、これも、私が国会議員時代ですね、野田聖子さん発達障害者支援法の議員立法、これも議員立法でしたけどの中心をしておられました。その法はもう私国会議員時代、最終局面で、修正をしたりする立場でしたので、だいぶそこら辺関わりましたけども、ある意味、当時の印象としてはやはり弱い者の立場に対しても寄り添うというスタンスのお持ちの方だなと思いましたし、よく勉強しておられる方だなと思いましたから、そういう意味では野田聖子さんに関しましては弱い者の味方、そして勉強家というようなイメージは持っています。早くからですね、総理総裁目指しておられますけれども、なかなか悩ましい状況が続いているのが、正直私も同じように感じています。そして最後ですけど、小池百合子さんですが、小池さんはですね、かつての選挙区は兵庫県だったものですから、私の国会議員時代もよくお話をさせてもらいました。私も国会でも結構声大きかったので、泉君声大きするわよってよく、エレベーターの中で、小池さんから、そういう形で話しかけられたことをよく覚えていますけれども、ただ小池さんはですね、ある意味すごい人生ですよね。テレビ局のキャスターから、日本新党、ブームに乗って、ある意味細川元総理ですねのそばで、ある意味力を持っていき、その後小泉進次郎さんに可愛がられたという経緯もありますし、その時々の状況の時を見るというか風を読むというか、もう非常に長けた、その面においてはもう天才的な能力をお持ちの方なんだなと思いますし、少し前の希望の党の時もですね、もしかしたら小池総理誕生かみたいなですね機運が高まったこともよく覚えてますので、
まあ本当に一瞬で、大きな時代を作れるタイプの方なので、まあ、そういう意味での注目度は高い方だなと思います。まあ、政策面に関しては正直そこまで私自身が共感をすることが多かったわけではありませんが、ただ一つ感謝していることがあります。それは何かというと、児童手当です。私が市長を辞める最後の段階で明石市が児童手当を自治体独自で明石独自で18歳まで拡充を図り、所得制限も撤廃すると、この2つ児童手当に関して打ち出しました。年齢の拡充と所得制限の撤廃、もうぜひ明石市が先導金のでセカンドペンギンどっかやってくれという強い願いを持っているところ、すぐに動いたのが東京都。東京都が明石市を追っかけてきて18歳まで所得制限なしという形で児童手当の拡充に踏み切られたということに関してはもう驚きましたけども、すごいなと思いましたし、感謝もしています。まあ、そういう意味では時代に必要な政策を思い切って大胆にやるという意味においては、ある意味政治家らしい政治家だなという気もしています。まあ、そういう意味では注目度においては小池百合子さん高いなというのが印象であります。まあ、まあ人のことをどうこうコメントできるような人間でもありませんけども、まあ一定程度今議論されている方と私との関わりも含めてですね、少しエピソードご紹介をさせていただきました。よろしくお願いします。泉チャンネル質問です。まあ、今の候補の方々、まあ、どなたになるにしても期待する力とか視点、例えば決断力とか政策立案能力とか、まあ、どっちの方を向いてやるかとか、その期待、一番期待したい視点というか力というのはどのあたりって思ってますか？ああ、そうですね、私としては大きく2つ、どっちを向いて政治するかの時にやはり国民の方を向いて政治してほしい。もう一つ、政治は決断ですから、まあ、決断力が必要だなというふうに思っていますので、まあ、その観点で見ている立場です。はい、分かりました。そのあたりで我々もしっかり見ていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。